手袋です。今日はラクロスでリアニメイドしちゃおうという感じのデッキです。まあリアニというところで、まずは、はい、一番リアニしたいクリーチャーアトラクサーというところがで、3枚ですね入ってますと。で、まあオリビアと、あとこいつ懐かしいって感じですけど、白母の刻み銃ね。こいつ出たら、相手さ、一サクリの1ハンデス、4ライフルーズっていう感じです。で、まあリアニさせたいのはこの辺のクリーチャーで。で、どうやってリアニさせるかっていうところでいくと、まあこの最短層になります。1マナアーティファクトで、3マナタップで油4つ取り除くと、リアニメイト1回できますよっていう感じになってます。で、まあ、油デッキ。だから、ベースは油デッキですね。坂向く貯蔵器。で、まあ、タンキマミで増殖したいなと。で、苦々しい最下。まあ、これで、ルーティングして、墓地捨てるやつは捨てました。まあ、ちょっと1枚しか入れてないんですけど。で、ラブラスの横路。まあ、これも、まあ、油、戦闘の開始に乗っていって、で、X1 が出てくるんですけど、油分の。クリーチャー出てくるんですけど、まあそれ死んだらね、この最短層に油カウンターまた乗るんで、こいつの相性が結構いいかなっていうところです。で、油加速するために、マグマの失踪者3枚。で、これはルーティングボチちゃんと落とすために、グーガが4枚。で、大勝ちが3枚。で、一応ブラスカも入れてますね。はい。これはまあ増殖できるし、まあこいつ出したらこいつに注意が完全向くので、入れちゃってますという感じで。ございます。まあ、リアニメイトですが、本当にリアニするのが、まあ、最短層のみ。まあ、オリビア普通に出せたら、オリビアパンチで、アトラクサーとかも、まあ、持ってこれるかもしれないですけど、まあ、基本的には最短層1本ですね。で、まあ、リアニできなくても、本当にこのウラブラスクの横路出してるだけで結構勝ったりとかするシーンもあるので、まあ、プレッシャーかけながら、自分のそのリアニの、状況を作れるかなっていうところをちょっと目指しながら、頑張っていきたいと思います。はい。ではまた、対戦よろしくお願いいたします。ちょっと1マナ対いないですけどね。さあ、ドラクサ2枚入ってきましたね。黒タンですかね。ドラクサ3枚。3はちょっと多すぎですね。3は多すぎですね。はい、アトラクター捨てていきましょう。さあ、土地しか来ないですと。まあ、じゃあここは。ヨーコール出しておきましょう。まあ別にアレリアにするだけが、まあ勝ち筋ってわけでも、こいつ一体ありゃなんとかなるって時もあるんで。ケルデット。殴っていってブロックしたら単液まみれ使いましょう。でマイナス4して増殖。ちょっと土地多すぎっすね。まあ、さっさと捨てましょうか。はい。まあ、一旦いいでしょう。それだったら、アトラクサーがハンドから出せましたね、普通に。
シェオルだったら先行きましょう。別の将来。はい。鉄砲将来祭りが行われているようですね。ああ、微妙な感じですが。果たして間に合うんでしょうか。ようやく最短数来ましたね。いけるのか。さあ、この最短層とのやっぱり組み合わせがね、こいつの組み合わせが一番いいかなというところですが、さあようやくでも次でまあどっちにしろかもしれませんが、一応リアニまではできるんですね。はい、タイミングより増殖3つ、はい、あ、4つなんですね。失礼しました、4つでした。無理ですね。じゃあ普通に溶鉱炉出して、ああでも宝物でも入れるからギリギリいけたか。まあちょっと記念にアトラクサ出しておきますか。ありがとうございます。ちょっと赤土地ないの気になりますが、最短層ちょっと一旦目出したいっすね。キープしますか。赤引けって、赤引けって言いながらキープしますか。赤タン。カラクロスか。赤タンっすね。はい。お、これが出てくるんですね。あ、なるほど。そっちのタイプの赤タンですと。私もですって。私も同じ感じですって。まあ次一回失踪者出してもいいっすけどね。ああ、先捨てるか。先偶話からいきますか、次は。まあ、全く同じ展開。さあこれはどうなるんだ。さあこれはどうなるんでしょうか。これ出して、これ出して、でこいつで殴って、次ワンチャンリアにできないかな。ワンチャンできるか。これ生きてたら、これ捨てて、これで乗せてってできますね。さすがに生きてないだろうな。あ、でもこれでも一応乗るからいいのか。あ、でもいけるな。これもあるから。で、これは最短層に乗っけて、やっべーの出しましょう。さあめちゃめちゃ強くなってますね。ただこいつがでこっちに乗っけて、お、これ先に除去った方がワンチャン、あった。先に除去っといた方がいいまである。3マーでこれ出して、クリ、あ、クリ大体1機じゃ減速されるから、まあいっか。うい。
絶望しで。シカトです。でまた油が乗る。こち出す、置いて、でも全然ブロックする。これはブロックしなあかんねんけど。で、これ5でしょ、で6でしょ、これ絶妙にこれ負けてそうだな。でもこれ出しといて、でまあ自分に乗っけて、で殴ればいいか、こいつだけ。よいしょ。でまあこれでやって、あでもこれあれか、死んだらあでもギリギリいけるか、ギリギリもいいとこでしたね。これギリギリの戦いでした。ありがとうございます。まあキープでいっか。3戦目相手はどんなデッキなんでしょうね。よろしくお願いします。さあ2枚目来ましたね。濃いですので打ち消されるかもですが、とりあえず陽光炉から出していきましょう。さあ完全にコントロールですね。3ターン目なんか出てくるか。はい、ここはどうしましょうね。でもちょっとまだリアに材料がないんで、ちょっと一旦こっち出して、ラメランがいて、さあコントロールにどこまで刺さるか、こいつが。さあ、土地はじゃんじゃん引くんですが、フォローかな。フォローで粘られそうっすね。これそんなことはないか、粘ってこない。よいしょ。うわ、記憶の氾濫。
と、こっから相手が何を出すかなと。ホール追放されるかな。追放ナイスですね。土地はいらないですね。なるほど。まあパンチしてなんか全力されそうなんだよな次。増殖、なんかね相手のちょうどラスに引っかかりそうな気がするんですよねこれ。まあどっちにしろかもしれないけど一つにしときましょう。はい、でターンエンド。何ありますかね。運命的不在。フレンズオーカーは許さないと。そういう感じだったんですね。さすがにプラス1でしょうか。まあでも相手も焦ってますね結構ね。なるほど。とにかく減らしたいと、減らすのだという意思が、意思ある感じで。ガンガン引いていきましょう、メインで。で、パンチ。はい。はい。まだ国別打ったら向こうも銀行破り通用しないといけないので、次っていうかこれ一個もカウンター減ってないの、つく余裕がない感じに追い込めてるんでしょうか。これこれリアにしてえな。オリビアさんまだ一回も出てきてないですね。そういう、さあどうする。ジェイス2枚目。またマイナス5と。マイナス5ではないんだ。あーでも3枚いけるんだ。ちょっと先打っちゃおうかな。打っちゃうか。はい、このサンドローがね超強いんですよねマジで。あえて、さあ竹沼引いたんで次のエンドとかで間に合うんだったらなんとかしたいが、3やってってできんのこれ。まあまずはね出せるもん出していきましょう。
かバウンスか、まあでもこれ増殖でね、これ全員いかないとこれゼイス殺せないと思うんですよね。取っていく、竹沼はさすがに持っときたいからこのまま一旦行きますか。ジェイスさすがに落としましょう。はいはい、リトリートイズ・ザ・センシブル・アクション。はい、そろそろ国別来るかなって感じですよね。ドローかな、ドローしていく。集団失踪、いいでしょう。で、エンドでここで乗せた上でオリビアさんを回収してターンをもらってぶん殴っていこうぜと。もうこれいらないでしょ。殴っていこうぞと。さあこれでどうだ。ソーサリー、エンチャント、アーティファクト、あとどっちかで、だんだんお無事通って勝利と。いや最後オリビア出せてよかったですね。なんかこの最短層やっぱいいっすね。なんか手軽に油が溜めて3マナタップでリアにリアリなんで、だいぶ使い勝手いいかなって思いました、使ってて。でこの、まあ、ウラブラスクの横ール、これそもそもこれまあなかなかのパワーですけど、こいつとの相性もクリーチャーなくなったらね、こいつに油乗るし、でまあこういう宝物使ってもこいつに油乗るんで、全然モリモリ溜まるかなって感じでした。でまあ今みたいに切削系のデッキで万が一めっちゃね墓地に落としてきたら、オリビアとかも結構使いやすいかなって思うんで、リアにしてきて、まあ、リアニっていうか、まあ、さっきみたいに竹沼に回収してでもいいですけど、普通にいきなり殴ってアトラクターも一緒に殴れるみたいな状況も作れるかもしれないんで、はい、よかったら皆さんも試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。越えていけばいい、どんな話